久保さん今ですね、あのレベゼン地球さんがね、240時間ライブやってるんですよ。で、昨日かな、たま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 ,たまた見たら、なんか竹内社長が出てて、あのリラ、リラックをこう売却して240億ですか。で、なんか噂は知ってたんですけど、なんかかつらかぶってるみたいな。で、そのライブ中に昨日ですね、竹内社長が、 あのそのカツラを撮りまして、まあ、今切り抜きでまあ結構アップそれもアップロードされちゃってるんですけどびっくりして僕生で見たんですけどたまたま何の運命なんだみたいな <laughs> たまたまなんかレベゼン地球さんのライブがこう出てきて見たらちょうど竹野内さんが出ててでちょっとカツラ撮るか撮らないかみたいな話になっていやめちゃめちゃハゲてましたね めちゃくちゃハゲてて、で、竹野内社長がね、こんなこと言ってるんですけど、いや、あの,かあのあ、なんだ、金は儲けてもかあ、髪の毛は儲けられないみたいな、<laughs> なんか <laughs> そう、金は儲けられたけど、髪の毛はダメだめだ、みたいな言って、面白いですよね。あのそんだけ金あるのに、髪の毛は抜けるっていうね、なんなんでしょうね。久 <laughs> 保さんはね、ハゲの心配ないと思いますけど、僕はね、でもどんどんこれちょっと、 やばいんですよ今薬飲んでますけど今40でしょちょっとやばいですねうん今薬飲んでるんですけどねだいぶ薄くなってきて、うん、だから逆を言うと髪の毛は稼げないけど金を稼げるってことですよ <laughs>、ね でもなんかね、その、いくしょ、いろいろね、あるらしいですけどね、植毛とかいろんな、なんかあの、いろいろあるみたいですけどね、なんか、こっから移植して持ってくるとか、なんか、いろいろありますけどね、そう、まあ、ハゲでも稼げと、言ってらっしゃい。